なあ、わら。あれ、あ、過ぎちゃった。ここですね。ごめん、過ぎちゃった。はい、じゃあ、次は、最後の、最後っていうか、まあ、実はあの兜まだ取ってないんだけど、天空の剣をね、あの求めてい、きたいと思います。この南にね、あ、こっちから行くもあれか、ソレッタ行った方がいいか、ソレッタから、行きたいと思います。ソレッタの方が早いね、多分。世界樹の木ですね。世界樹の木の上になんと天空の剣がねありますんで、そこを行きたいと思います。でこれ実はノーヒントじゃなくて、あのパートちょっと前かな、前の方であの宝の地図って手に入れたと思うんだけど、宝の地図をあのちゃんと見るとね、この場所になってます。でここではパーティーを3人にして来てくれってことなんで、主人公とアリーナとクリフトで、向かいたいと思います。でこの右側には、最後の、防具屋があります。まあお金もいらないんでね。力のただ水の羽衣もですね。あ、そっか、パーティーメンバー入れてこないと装備あの意味ないのか。まあいいや。これはトルネコの最強の盾と、マーニャとブライの多分ほぼ最強の防具かなになりますんで、じゃあ行きたいと思います。世界樹の木ですね。これ3人なんで微妙に辛いですね。水の羽衣は耐性が良いですね。そうだね、だから水の羽衣が素晴らしいのはやっぱ耐性的な意味が強いから。だってドラクエ2では実質最強だからね。あのドラクエ2ではあの水の羽衣はなんとね、主人公爆発です。はい、こんばんはです。超ロボット生命体。 ありがとうございます。あ、ロゴセメさん、それアットがちょっとずれてるからかな、あのなんかあのカウントされませんでした。あの水の羽衣はね、なんとね、ロトの鎧よりも素晴らしいからね。ドラゴンクエスト2では。演歌やばいな、演歌。ほんとに、あの、忍び足が欲しいよ。忍び足が。ロトの鎧を装備できない二人が着るんだっけ。そうそうそう。2ではバグ使えば3つ持てるので、光栄二人につけてたな。まあ、あれ、バグっていうか、救済じゃない？あれだって、あのドラクエ2ファミコン版でさ、あの水の羽衣も光栄に2つ装備しないとさ、すごい辛いよ。あの実際プレイした人は分かると思うけど、あ、こちらに調べると、世界樹の歯が手にありますね。これ世界樹の歯は1個だけ、持つことが可能ですね。あの2でさ、多分なんだ、例えばさ2で、サマルトリアにはミンクのコートだとあの耐性がないじゃん、ミンクのコート。じゃ あの魔法ミンクのコートは値段だけですからね。そう、ミンクのコートは耐性ないからきついきつい。で、あのじゃあ耐性あるやつは魔法の鎧なんだけど、魔法の鎧だとあのサマルが物理攻撃でめっちゃダメージ食らうから、耐性残したかもしれませんね。リメイクでは2人目が異様に強くなったからな。そうそうそう、だからあのなんだっけ、あのそのまあ多分なあの起こしたんだと思うよあれ多分、バグっていうか、まあ仕様だと思うよあれは。あのいや、レベル上げればいいんだよ、レベルを上げればいけるんだけど、あの例えば低いレベルでいくと、あのあっという間にあのあっという間にサマルがあのいい感じにあの天国に行っちゃうから、あの多分残したんじゃないかなと俺は個人的に思うよ。
だからほら、あのよくさ、あの 低レベル進行するんで、してあのバグ罠使わないんだったらザオリク使えるサマルが真っ先に落ちる悲しみ。そうそう、あしかもザオリクって戦闘中に使えないんだよ。ファミコン版は意外と知られてないんだけど、ファミコン版は戦闘終わらないとザオリク使えないんですよ。で結構ザオリクがねめんどくさいんだよね。あいつしかザオリク使えないから本当に辛い。そうそうそう、マジっすか。そう、マジマジマジ。まあなかなか難しいとこだね。ああだからほらリメイク版ではさ、サマルトリアがさ、あ明らかにもまずいからってことで、あのすごい強くなったんですよ。リメイク版ではあの光の剣とか装備できるしね。あのファミコン、なんであいつしかザオリク使えないのにメガンテ覚えるのあいつだけなんだろう、うん、それはね、だから落ちたらまた通ってサマルにヘイトが溜まっていく。そう、いやだから世界中の歯をサマルトリアに使う比率が多かったんじゃないかな。でほら特にあれがそうじゃん、なんだっけ、あのリメイクでさ、あのザオリクをムーンブルクも使えるようになったし、あとはなんだっけ、あの服は鉄の槍が最終装備。そう、いやでもね一応ね、あのレベル上げればあのハヤブサの剣かな、ハヤブサの剣でいいんだよ、レベル上げれば。ただレベルはもうかなり上げないとダメだから、大体の人はね多分ね、あの大体の人は多分あの鉄槍だろうね。強いウエロとの剣装備できるようになって役立たず言われなくなった、わら。スクだとマヌーサざらきがありますね。ああ、あのバグ技ね。そうそうそう、難しいとこだ、ね。バグ技でハカブサにしてた人どんだけいるんだろう。いやリメイクではサマル一人でクリアできるし、大体みんなハカブサにしたんじゃない。あのなんでかっていうとハーゴンがさ、あのベホマ使うから、あのハカブサにしないとね、あのはっきり言うとあのきついよ。ハカブサでもきつかったからね、低レベル進行だと。あのレベル上げればあのいいんだけど、もし低レベルで行くならハカブサはほぼ必須ですね。ここでルミアがどこかにいるはず。あ、2は本当難しいよ。2はね、あの本当難しいからプレイしてみるとわかるけど。レベルが上がってしまうとハカブサ消えちゃうからやり直しになる。あ、そうだね、あ、いましたね、あれがルミアですね、天空人ですね。あ、ルシア、ごめん、ルシアだ、ルミアは違うって、ルミアは違う、ルシアね。ブリザード4、体はやめて。本当ね、まあ、ブリザード4台もね、あのイオラを覚えればね結構いけますけどね。ありましたね、これが。あれ、天空三部作って時系列的にこれが一番最後だっけ。違う、一番最後は5ですね。6が一番古くて、あの5が一番新しいのかな。だから5では天空の塔が5番目じゃ。2番目。6-4-5。そうそう、あのロト三部作は3-1-2ね。さっき宝箱取り忘れたね、多分こっちに宝箱あるね。あー、さっきあれか、巨人6は厳密には過去とも言い難いけど、あ、いや一応過去かな、一応あの例の城がほら誕生するきっかけの話だからね。さらっと情けない剣来たな。そう、あ、この時点ではね。で、みんな見てください。はい、10人パーティーです。
これが12あのほらあのデニスシロが天空城になったからな。あの当時あの10人パーティーまで最大できるって言ってあのなんだっけみんな嘘だ嘘だって言ったけど、これが10人パーティーです。あのパノンとルーシアがこうやって最大入るんでね、これで10人パーティーになる感じになってます。ねえあのこれはちょっと分かんないね。だって大体パノンさ天空の兜と変えちゃうから、はい10人パーティーになりました。最大数です。パノン今大胆でしたっけ。そう大胆。じゃあパノンを使ってね、あの天空の兜をねあの手に入れたいと思います。これで天空の兜取りにパノンがお笑いライブしに行くのか。そうだね。で主人公とあのパノンだけでいいですね。あ、違う、ここであれか主人公、パノン、お笑い道具屋、そして、天空人、すごい、このパーティーで行きましょうかおい、完全になんか ネタパーティーですね。ね、お笑い芸人、お笑い芸人、あの腹黒商人、そして天空人。えめんよ。絵面がすごい。ね、絵面がすごい。旅芸人行きさ。そう、まさに旅芸人っすだね。あ、そっか、これあれか、パノン前じゃダメか。ね、絵面が、絵面が。兜をかぶっとる、ね。布団が吹っ飛んだとかですね。水戸黄門と疑われても仕方ないプト。本当だね。しかも一人肌、か踊り。違うよ。4コマでライアンが王様を剣で脅して笑わせるネタあったな。あったあったあった。勇者旅芸人説、笑。さあ早く笑わせてくれ私には王様を笑わせることなどできません。何って感じこの者たちならほらね、私を連れてきたこの者たちならきっと笑わせることができるはず。できるだろうね。ねえねえ、だってトルネコいるしね、あの天空人いるしね、ねえしねえ、あの出資不明の主人公もいるしね、この者たちなら笑わせることできるんじゃねごめんなさい、本当にごめんなさい、すべてあの申し訳ございませんでした。ねえ心から笑える日々をね。ちなみにトルネコって戦闘中に本当にピンクの戦士ついてきた方が面白かったんじゃ。あ、確かに主人公持ち物いっぱいなんでまさかのトルネコいっちゃいましたね。王様これが勇者アベンジャーズだ。本当はね。はい、じゃあこれで、揃ったんであれですね、エンドールでいらないものを預けて、はい、じゃあこれでね、いろいろいらないものを預けたりしてね、天空の塔に登りたいと思います。まずあれか、鉄仮面を打っちゃって、あといらないものは全部いらないか。あ、祝福ってこれザオラルじゃなかった。あ、ちょっと占いでおこうか。まあどうせ多分使わないと思うけどね。世界中の雫は全員回復です。ベホマズみたいなもんかな、祝福の杖。あの世界中の雫はすごい、あの低レベル進行ではね、あの一発逆転のやつなんでね、あのものすごい強いですね。時の砂も預けちゃおうか、アイテム持ちきれないんだね。あ、ガスの壺も入れませんね。最後、祝福も預けちゃいましょうか。トルネコが久しぶりに戻ったのに嫁の反応がドライそんなもんですね。それネタであったじゃん、4コマネタであったじゃん。あのトルネコがさ冒険に出たらさ、メタメタにやられてさ、あの実家、あの家に戻ったらさ、奥さんにさ、あれあれとか言って、なんか奥さんが巡り手でさ、あれ旅に出るんじゃなかったのかって4コマあったよね、4コマがはい、これで OK ですね。セーブしていきましょう。あ、セーブはここじゃなくていいか。薄い本展開ですね。そう
で、行くのはあれですね、リバーサイドからですね。で、ライアン、ウトア展開か。あ、違う。普通になんか、あ、それじゃなくて、なんだっけ、あれ、みんな覚えてないのかね。普通にただら、なんだっけ、言い出して出た割にはすぐ帰ってきたから奥さんがな、すぐ帰ってきてかっこ笑いになったってやつ。あれ覚えてないのかね。あれあった。今焦ってよ、全然ないからさ。ここがあれですね、地上のラストのマップです。敵がめっちゃ強い。ちなみにここで、メタルキングが出ます。メタルキングが。なので、メタルキングを、ここで買ってガンガンレベル上げるっていうのが基本的にできますね。パーティー全員経験値も入るんでね。で、ここでトルネコをパーティーに入れてメタルキングをガンガン買ってると、64分の1だっけ確率で、なんとね、さっき手に入れたはぐれメタルヘルムを手に入ります。なので、全員分頑張れば、ここで手に入るっていう感じですね。まあ、すごい、多分回数やんないといけないけど、すごい戦闘回数やんないといけないんで、まあ、やり込み要素ですね。でもね、なんだっけ、ドラクエ3のレアアイテム。キングレオのカラバリ、多いなじみに。ああ、おいおい。でも、ドラクエ3の、なんだっけ、レアアイテム全部集めるように比べたら楽じゃないかな。ドラクエ3の、レアアイテム全部集めるって普通にやってると、なんだっけ、主人公レベル99になるよ。本当にそんだけレアアイテムって あっちはね、256分の1とか128分の1とかザラにあるんで、本当になんだっけ、あ、そん時に使うのが鉄の爪、エンカウント増加させて敵と の戦闘を増やすために、鉄の爪を使うと確かすごい枯れるはずだね。だからレアアイテムを狙うんだったら鉄の爪持って、手に入る頃には兜が必要なくなるくらい強くなるという。そうだね、多分ね、だってメタルキングあるじゃん、100体ぐらい倒さなくちゃいけない、100体以上倒すから。黄金の爪ですかね。そう幸せの靴という地獄のアイテム。だからね、100体以上倒すから、気がついたらみんな多分レベルはとんでもなくなるから、全員にはぐれメタルの鎧、アヘルム装備した時点で、ほら、ラスボス以外ないから、裏ボスとかいないから、もう完全にだからやり込みだよ。裏ボスがいないから、結局そこまでやっても、まあほら、全員最強装備にするっていうデータを作りたいっていうのはいいと思うんだけどね。でもね、私がね、当時それで笑ったのが、ほら、昔のファミコンソフトってデータ消えるじゃん。うん、それそういうことだよ、みんな。昔のファミコンドラクエ7からのモンスターズ感コンプがすごいヤバいことに。そう、わかる、そこまでやっても友達が貸してって貸したらデータが全部吹き飛んで、ね、ファミコンの恐ろしいところだね。ね、ファミコンの恐ろしいところだね。ねえ、100時間やった。悲しいな、絶望が待ってる。あ、だからってさ、貸さないって言うとさ、友達関係破綻するからね。ねえ、貸さないって言うと友達関係破綻しちゃうからね。ドラゴンクエスト3の悟りの書、2048分の1で拾うより早いかな。リメイクでクリア後の鳥と卵がやけに強いのはその辺のせいなのかな。悟りの書は落とせないよ、リメイク版では。リメイク版では悟りの書は落とせなくなったんだよね。まあ多分あれはもともとネタ的なものだからね。ちなみにぶっちゃけたこと言うけど、多分悟りの書を手に入れるんだったら、なんだっけ、遊びに仲間に入れて、レベル20にして、普通に賢者にしてやった方が多分圧倒的早いと思うよ、多分それやった方が。あ、ここでは、アイテムが手に入ります。ちょっと重要アイテムね、ここでは重要なアイテムが手に入るんで、それをね、手に入れていきたいと思います。
ずこれですね。大の大冒険にもエレベーターあったな。光の塔です。あったね。罠アイテムですね。使わない、マーニャあたりに渡しておきましょうか。完全な罠アイテムですね。防御力一番最も高いんですよ。防御力。防御力は最も一番高い、攻略本とかでは、アリーナ最強の、装備ってよく書いてありますね。なんとね、呪文も跳ね返すんですよ。一定確率で。うん。で、その呪文を跳ね返す。ジョージリフレクだっけ？そう。いや、ジョージではないんだけど、まあ、一定確率跳ね返すの。で、大体。魔法カンタジョージ発動はきつい。まずいのは何かっていうと、簡単に言うと、ベホマとか、ベホマラーとか。回復を跳ね返されて涙目ですね。ベホマとか、そう。ベホマラーとかも跳ね返しちゃうの。だから、そういうことですね。だから、使い物にならない。残念ながら使い物には全くならない。だから一番いいのはさ、なんだっけ、ブレス。あ、それはあかん、わら。いや、だからブレス低減でよかったんだよ、ね。ボス戦でそんなことされたら詰むわ。で、本来これですね。欲しいのはこれです。これ、バロンの角部。これは馬車。すべての呪文跳ね返すからスカラも敵に行くし、ベホマも敵に行く。敵じゃなくて発動者。だから、なんだっけ、クリフトに行くのかな。これが、重要です。これはね、馬車を、呼び戻します。馬車が遠くにある時でも呼び戻すんでね。ラストダンジョンでものすごい重要なんでね。これが、重要アイテムでした。だから、ブレス低減でよかったよね。ブレス低減。光の鎧みたいに、火の魔法低減とか。アリーナソロ討伐や戦士のみ攻略ならいいのでしょうけどね。まあ、でもほら、回復ソースないからね。アリーナソロでやるって回復ソースがないからね。あ、賢者の石か。賢者の石ならできんのか、ワンちゃん。自動回復ないんだったらワンちゃんいけんのか。これで。夜の帝王ですね。ね、夜の、すげえ名前、ね、敵に行くんじゃないのか、知らなんだ。ネーミングセンスすごいよね、夜の帝王。これちなみにあれなんじゃない、なんで夜の帝王って名前なのか。新宿にいそうだな。いや、これさ、多分なんで夜の帝王って名前なんですかっていうと、多分堀井雄二さんがキャバクラすんげー好きなんだよ。キャバクラだから夜の帝王なのかな。堀井さんに聞くしかないんだけど、だから夜の帝王なのかね。ほら、だから。系でしょうね、いや、だって、ほら、ドラクエでさ、妖精とかさ、キャラクター、ほら、なんか最近でもないけど、近年のドラクエって、なんか見た目がキャバ嬢みたいの増えたじゃん。なんであんな見た目キャバ嬢みたいの増えたんだって言ってるけど、だから堀井さんが、キャバクラ好きなんだよ。一説には稼い、ドラクエで稼いだ金の大半をキャバクラに吸い込んだじゃないかっていうぐらい、キャバクラ好きなの。まあ、なんで好きなのかっていうと、まあ、あくまで考察だけど、だって堀井さんって見た目見たらわかるけど、典型的なほら、私みたいなオタクでしょ。だからほら、キャバクラとかに行くとさ、酒場とかかなり来られてるイメージありますね。いや、わかるでしょ、みんな。モテない男はキャバクラに行くとさ、ねえ、キャー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 言われるじゃん。お金持ってるだけでね。だからじゃねえかなって個人的に思うよ、うん、ドラゴンクエストソードや毒球や毒獣とかでもキャバ系のキャラいましたね。一応ドラクエ4モンスター物語だとマムーって名前がありますね。そう、まあだから、まあ、わかんないよ。あくまで考察ね、考察ね。はい、じゃあセーブして天空の塔に登りたいと思います。終わりますよ皆さん。あと塔に登ってラストダンジョンを巡って、出て、結界を破壊して、最後の、敵の城をね、突破すれば終わりです。終わるかな？なんとか。ドラゴンクエスト11のお姉ちゃんもそんなコンセプトなキャラなのかな？じゃあ、いよいよか。ね、長かった生放送の、ね、動画も多分パートは、動画は多分パートは、20パートぐらいかな。20パート弱ぐらいになると思いますんでね。あ、そっか。あ、そっか。あ、待って、待って、待って。あ、これ、あ、今自動で、自動ですね。今自動で、追い返されちゃいましたね。こうやってね、装備しないとね。
ただこの時点では天空の剣に弱いんですよ。あ、ちなみにリメイク版ではあの入る前に装備する必要はありませんね。リメイク版ではなんだっけ、あの最後乗るときかな、乗るときにあのフル装備しないとダメな感じかな。八つ咲きありますとか多いね。2週間分くらい取りだめておいてあるのかな。パート20だとそうだね、2週間分ぐらいだね。だからなんだっけ、あの今週はもう多分ゲームはやりませんね。なんだっけ、動画作りと方にちょっと力入れますね。だまたあのなんだっけ、来週ぐらいになったらあれかな、なんだっけ、他のゲームを撮る感じかな。まあそんなパート20になるゲームはなかなかやらないからね。新女神転生とかやったらパート多分30くらいいきそうだ。新女神転生は多分パート40ぐらいいきそうだよ。攻略サイト見てもね、多分パートいきそうだな、40ぐらい。女神転生すごいよ、長いよ本当に女神転生。ちなみにあの天外魔境2とかやると多分パート50ぐらいいきそうですよ。天外魔境2はパート50ぐらいいきそうだな。もう雄たけびが止まる。悪魔合体し始めると時間かかりますね。そうだね。当時やった人でもハードのおかげで未知のゲームなんだろうな女神転生、誰も起きてる人がいなくなりそう。まあ多分みんな寝てるでしょ。女神転生は2の BGM が大好きだったな。あ、ちなみに私が女神転生やるときには誰も多分やってない、メガ CD 版でやります。メガ CD 版大体のがスーパーファミコン版でやってんのかな。私はあえてあのメガ CD 版でね、あのやりたいと思います、やるときはね。メガ CD 版とか多分ほとんどの人が多分見たことないだろうね。メガ CD 版だと追加悪魔とあとイベントシーンがちょっと変わってますんでね、あの初めて見たい人とか多分いっぱい出ると思います。塔の中も天空の剣装備してなきゃいけない？ん？あ、大丈夫だ。新女神転生は四天王戦次第で早くはなる気がする。魔人武器狙うなんて暴挙に出なきゃ。わら、パスカルが通常と違うのでしたっけ？いや、結構あちこち変わってる、あちこち変わってる。だからあの新女神転生は何回もやった人もメガ CD 版見ると結構あの新鮮。より動画にする価値ありますね。そうそう。夜の帝王って名前がよ、名前が笑っちゃうね。ね、夜の帝王っていうな、ネーミングセンスすごいよね、本当に。まあ昔だからね、あの今だとさ、なんか引っかかりそうな名前とかいっぱいあるからね。ね、これ野獣ですね、ビースト、野獣ですね。梅宮さんかな。ちょっと、いや、梅宮さんよりは松方さんかな。松方さんの方かな。みんなドロップアイテムがピンクのレオタードだし。そう、みんな覚えてる？昔ゲームでさ、あの松方弘樹さんのゲームとかあったのって覚えてる？釣りゲーム。それ言ったらさ、誰も知らなくてさ、俺また嘘つき呼ばされちゃったんだけど。覚えてる？みんな昔プレステかなんかにあったんだよ。松方弘樹さんがあのなんかハイレグの水着着た姉ちゃんとあの実写で出てて、ありましたね。あったよね。あったのは覚えてます。うん、あの出てて、あの大